世界の終わり The House 北海道25歳女性ラジオネーム姉もね、ついにツアー始まりましたね。緊張すると言っていましたがどうだったのでしょうか。セカワの皆さんは2年ぶりのツアーということですが、私は去年子供を産んだこともあり、先日2年ぶりの居酒屋で生ビールを飲みあまりの美味しさに泣きました。ビールの話最終的にはビールの話だったね。最終的にはビールの話ですね。お酒飲んで泣けるって素晴らしいことですね。生ビール飲んでないね。生ビール確かに飲まない。確かにね。お店じゃないと飲まないからね。お店は行かないもんね、本当に。まあそう、さておき、ツアーが始まりましたよと。ビールの話ね、俺たちもね、結局。はい。結局俺たちもビールの話してたよ。ビールに引っかかってしまいましたけど、ツアーが始まり、うん、宮城が終わりまして、京都。今日は横浜1日目だったわけです。そうですね。で、明日は横浜2日目ということになるわけですね。うん、ツアーが始まっております。うん。緊張すると言っていましたが、どうだったのでしょうかって姉もね、言ってましたけど。いや、もう本当震えてて、みんなガタガタだよね。ずっとガタ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 って言ってた。緊張しましたよ。いや、でも確かに1日目はね、ガタガタしました。ガタ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 。初日はね、なんか800何日かぶりだったらしいからね。ライブはね。うん。有観客。800ってって思ったよね。そんなに空いたことないね。僕らの。その。クラブハウスの時だってそんな空いたことない。いや、あの時頑張ってやってたよ。結構ね、月2、3回はやってた。月2、3回はやってたんじゃない？うん。いやーもう分かんなくなっちゃったもんね。もう、久しぶりすぎて。何だから分かんなくなっちゃって、俺ほら。深瀬さん。トラスに登ってダイブしたじゃん。俺みたいなメタルは。だいぶ分かんなくなっちゃった。ダイブしたじゃん、やっぱり。メタルバンドみたいに。だいぶなんか、スリップノットの DVD とかすげえ見てたなって感じ。いやーもう分かんなくなっちゃった。メタルバンドかなと思っちゃった。バンド名から。バンド名バンド名バンド名を見て、メタルバンドだったっけなって思ったんだけど、なんか違った。惹かれた。あれはびっくりしたね。うん、惹かれた。あのシーンにさーってなると思わなかった、お客さんが。でもあれは。重症だよ、今。バキバキに。重症ですよ、重症。明日もライブですから。まあね、ちょっとね、思い出すわ。思い出す。トラスには登っちゃダメ。J-POP だってこと思い出す。そうだね。あの、バンド名に引っ張られない。引っ張られない。そっちかなって思っちゃうじゃん。久しぶりすぎて。忘れすぎです。久しぶりだったな。びっくりしたな。ちょっと、もう少し思い出していく。あの、過去の映像とか見てみる。あ、そう。それがいい。大きい木のやつ、あれそうでしょ。あ、うん。あれ見たら思い出すかも。大きい木のやつとか、あの、電車のやつとかそうでしょ？うん、そうそうそう。電車のやつとか。動物喋るやつとか。あー、ちょっと見直してもらって。いっぱいは無理。ちょっとね、高いところ登るけど、飛び降りはしてない。あー、そうね。ほんと？ちょっと、そんないっぱいは無理。そんなに好きじゃない。ライブを見るの。そう。世界の終わりなカズです。サオリです。DJ ラブです。さあ、今日もリスナーの皆さんからメッセージ紹介していきましょう。千葉県29歳女性ラジオネームダイナソーの卵。最近嬉しいニュースが続いていますね。映画キャラクターの DVD 発売。サオリちゃんがいないいないバーの作詞作曲を担当。新曲ダイアリーリリース決定。一気に解禁されるからいつもびっくりしています。はい。情報がいっぱい出ているっていうことですね。お知らせを少しちょっと挟ませていただくと、11月24日に、深瀬くんが出演した映画、キャラクターのブルーレイ&DVD がリリース。特典ディスクには未公開シーンや油絵制作の様子が収録されていますというわけです。次は E テレ、いないいないバーの曲ですよね。曲を沙織ちゃんが制作しました。タイトル、はい、夜の探検隊、作詞作曲を担当されたという、あともう一個、新曲のダイアリーという曲出します。2月9日にリリース。ネットフリックスで放映される未来日記の主題歌になります。これは近々聴いてもらえることになるかもしれませんので、詳しくはその時にお話したいとは思います。ということで、詳しくは世界の終わりのウェブサイトをチェックしてもらいたいんですけども、いや、いいよ。キャラクターとダイヤ。何このいないいないバー。聞いたことすらないんだけど。いないいないバー。いや、だって、セカオは関係ないもん。え？関係ないの？個人の活動だから。
個人の稼ぎ言い方を変える、まあ、言い方を変える、それはだってキャラクターだって個人のしのぎよりいいかなと思って個人のしのぎよりいいかなと思ってあライブしてない間ヤクザ映画見てたんだからなちょっとねやっぱ孤狼の血とか見ちゃうと ね高ぶっちゃうよねしのぎとか言いたくなっちゃう、ね、うん、なっちゃうね、ちょっと忘れちゃって、うん、どうしたのこれこの曲ね、いやなんかオファーをいただいたんでちょっと作ってみちゃったんですけど、この曲でもあの深瀬くんとね中陣は随分前から原曲は聞いたことあったよね。あれね、沙織ちゃんの実家で、あの4ちゃんのズームの MTR で撮ったの覚えてる。二十歳ぐらいだよね多分、この原曲、一瞬世界の終わりの曲になりかけたけどちょっとまだだよね。なんか子供の曲っぽい、最初からそういう子供の曲っぽいテイストだったね。そうだね、って言っててね、そこでついに昨日ついにそうなんですよ、なりました。夜の探検隊ね、はい、どういう歌なんですか。いや言いにくい言いにくいな、ま、何を探検するの。あの、ま、夜こうみんなが寝静まった後にこう夜出かけて行って、なんかこう月を見つけたとか星を見つけたみたいな感じでこう出ていくみたいな。子供か、夜に、危な危な、月とか見てたらどう自分の子供が。あまり遅いとちょっと気になるな。どっちぐらい一人まあなんか探検隊っていうのからね。そう、あの、まあ、ピーみたいな感じで何人かこう、ドロドロとね、子供たちがこう、集まってくる。あれ、でも子供のさ、曲ってなんか、子供の絵本とかさ、なんか結構こう、夜中出ていくとかない？なんか怪獣のとこに行くとか。まあまあまあ、まあ、押し入れの冒険とか。冒険とか。そう、押し入れの冒険のちょっと、保育園先生、ちょっと問題ありじゃん。どんなだったっけ。え、だって押し入れに閉じ込められるんじゃん。そうなんだ。お昼寝しなくてとかだよね確か。昼寝しないとみたいなことちょっと押し入れにしまっちゃわれちゃうんでしょ。え、しまわれちゃうんじゃなかったっけ。確か2人が個人的に入らないでしょ押し入れの冒険。それ冒険って言うんだ。俺子供の時すごい好きだったんだよね。好きだったんだ。好きだったって怖いもん。それ何、保育園とか読み聞かせしてくれるんじゃなかったっけ。ウィキペディアによりますと、桜保育園に通うアキラとサトシ、サトシですからね、2人の男の子はある日おもちゃを取り合って喧嘩になったことで先生に叱られ、反省のため真っ暗の押し入れに入れられてしまう。喧嘩したからか、そうだ、今問題になっちゃう。そんな問題になっちゃうって言ったじゃん問題になっちゃう、押し入れに閉じ込めたらなっちゃうよ。そんなおもちゃを取り合ったぐらいでね、閉じ込めろよ。大問題ですよ。怖いよ。怖いっつってんじゃんね。昔からしまっちゃうおじさんに始まりさ、まあね、そういう暗いところに閉じ込めたらね、ダメなんだよ。切実な思いです、深瀬さんの。はい。あんまり狭いところに閉じ込めてお仕置きっていうのはやめてもらいたいよね。でも好きだったね、その歌が。歌じゃないよ。絵本がね。絵本。絵本ですよ。もうすごい好きだった。怪獣たちのいるところとかも夜出かけるもんね。1年と1日公開するってさ。はい、1年と1日だから、後悔するとっていう、そこは怪獣たちのいるところっていうフレーズ、後悔って言ったからさ、まあ、海行くわけ。はい、でもさ、わかんないじゃん。子供だからさ、超長い間後悔してた。ああ、リグレット、ずっとね。リグレット1年と1日。東京都18歳、女性、ラジオネーム、SOS の妖精。セカワの皆さんこんばんは。ブループラネットオーケストラ最高でした。幸せな時間を過ごせました。そして映画、ゼログラビティを思い出しました。皆さんは宇宙に行ってみたいですか？え？最終的に質問は宇宙に行ってみたいかどうぞ。みんなポカーンってなっちゃう。ブループラネット来てくれたわけなんですけどね、まずは。で、ゼログラビティを思い出したと。宇宙に行ってみたいですかってこと。宇宙行ってみたい。聞かれ、最終的に聞かれてるのは、宇宙に行ってみたいかです。はい。宇宙行くときってさ、酔い止めとか飲むのかな？
飲む人は飲む人と舐めてる。あ、でも訓練してから行くからね。結構切実な問題じゃん。大変だよ、でも宇宙で吐いちゃったら。大変だよ。大変だね。漂うからね。うん。顔にべちゃーってなるでしょ。なっちゃうよ。私なんかゼログラビティ見るだけで酔い止め飲んでたからさ。確かに。ゼログラビティ見るのに酔い止め飲んでた。うん。宇宙。ゼログラビティの映画に、酔い止め聞くの知ってた？いや、全然知らない。俺酔わない。俺も酔わないから。うん。宇宙映画見るときに酔い止め見る人初めて見た。酔い止め飲む人初めて見た。いやでも普段、私ハリーポッターがあのなんかほうきみたいなのに乗ってこうピュンピュンしてるのとかも。クイリッチ。そう。出た。香織ちゃん出てっちゃったもん。うん、もうハリーポッター気持ち悪くなっちゃって。あ、映画で？そう。うん、そうそうそう。だってマリオカードでも酔うもんね。そう。確かに。だから、もう、あ、こういうシーンだともう頭がクラクラしちゃうってわかるんだけど、酔い止め飲んでゼログラビティ見たら、なんかもう無敵になったみたいな、ふぅーと思って、全然酔わない。酔い止めってないじゃん。酔い止めの成分にそんなないと思うんだけどね。訓練でよくなんのかね、船酔いとか。いや、なんか三半規管とか鍛えられるのかな。まあでもなんかそのよくさ、あの、ぐるぐる回されるでしょ、なんか。うん。すごいスピードでこう回る。そういうのあるんじゃん。それトリビアの泉の安藤美希選手。それなんで全員見てるのあれ。ね。あれなんか全員見てるよ。私も見てた。回されてたもんね。すごいって思ったんだろうね。思った。いくら回されてもフィギュアスケート。ね。人目が回らない。目が回らない。ちゃんと歩くんだよね。そうなの。訓練でなんとかなるのかね。なるんじゃない。でもそうだよね。訓練してる人があえて。できるってことになるってことなのかな。でもさ、今ってさ、でんぐり返してたけど、まあフラッとするときはあるわけ、うん、でも俺ライブ中に意外とぐるぐる回る。回ってるね、うん、回りそうだなって思ってるね。ぐるぐる回ってると大丈夫だ。やっぱ訓練なんじゃない。訓練かどうかわかんないけど、うん、気持ちうん、うん、今ヒャーっていう感じだとあれだけど、うん、なんか静かなところででんぐり返しとか、まあ、あんましないな。でんぐり返し、まずしない。するシチュエーションがあんまないけど。するよ。するの？泊まるホテルが、図らずとも和室だった時とか、まず行ったんで。するの？するでしょ、和室だったらでんぐり返しする。前回り受け身ならするかな。するのと同じじゃん。一緒じゃん。パンってやりたく、畳見るとやっぱちょっと一回やりたくなるんだよね。しない。前回り受け身。しない。しないよ。してると思わなかった。マジなの？なんかこうくるんパンって畳はパンってやりたくなるじゃないか。畳はパンってやらないとダーンってやんないとじゃない。そういうバンドだったの知らなかったわ。半分がパンってやってるバンドだったんだ ね。和室和室行って和室だったらなんかでんぐり返しをするバンド。テレビ局の楽屋とかでたまにやっぱ畳見ると楽屋ではやんないけど、まあ、前回り受け身したいなって気持ちにはなる。やっぱり誰がやってたのそれ。最初のツアーとかさ、一緒の部屋だった時にさ、和室だったことあるじゃん。悪いなって思うじゃんやっぱ。じゃあ我慢してたんだ。そう、うずうずしてたんだ。畳見るとやっぱうずうずしちゃうじゃん。前回り受け身してーなーって思った、うん、って思うよやっぱ。じゃあ畳の時は、うん、まだほら椅子もさ、机も和室置きっぱなしでしょ。でちょっと狭いじゃん道が。そうだね、危ないなって思うんですよ、うん、その上にそれがどかされて夕食食べ終わりました、布団敷いてあります、これ前回り受けできるせざるを得ないじゃん。どうやって寝っ転がるの逆に。普通に普通に座ってからのってやるでしょ。一回やるでしょう。いややるのよ、うん、やるの。前回り受けみたいな勢いで行ったら布団がサッ、ね、スライドしちゃうじゃん一緒に。ずらず、また戻せばいいじゃん。戻すのめんどくさいよ。そんなのめんどくさかったら人生めんどくさいだろ。人生ってめんどくさいもんなんだよ。あるよ。全くしてない。それは言ってるな。世界の終わりザハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組への感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでのお相手は世界の中島、深瀬と、沙織と、DJ ラブでした。